と申したい国技館アイドル部のフレッシュな優等生竹木菜こと竹中ひなです。よろしくお願いします。いいな。はい、あなたの心にロックオン。国技館アイドル部の最年少中学1年生12歳の杉田瀬希です。最初言って呼んでください。せーの、最初言う。ありがとうございます。よろしくお願いします。私がせーのって言ったらにゃんにゃんってやってほしいです。せーの、にゃんにゃん。ありがとうございます。よろしくお願いします。サポってやる。今日はエンジェルスマイルアンカーことは松村愛香です。よろしくお願いします。始まは今日来るときもすごい海沿いがめっちゃ綺麗だったんですけど、始まり整いが上がるということで、ぜひそれを見てみたいなと思います。今日はよろしくチャス。イエーイ。はい、チェンジ。国立アイドル部総勢17人で活動しております。下は12歳、上は27歳。皆さんぜひ推しメン見つけてガンガン押してください。よろしくお願いします。では次の曲いきます。はい、私たち北陸アイドルは石川県のプロサッカーチーム制限金沢さんの公式マスコットガールを務めています。イエイ。次のホーム戦は7月7日なんですけど、その日は輪島ホームタウンサンクスデーとして、輪島市在住の方、輪島市に通勤通学している方はなんと特別価格でチケットがご購入いただけます。すごい。なんと輪島市在住の親子はなんと申し込みをすれば無料で試合を観戦できます。なのでここからはちょっと金沢まで遠いなっていう方も、この機会にぜひ制限金沢さんの試合を見に行ってガンガン応援してください。はい、詳しくは制限金沢さんのホームページをご覧ください。いくぞ。
体験ぽい。
しておりますが、こんな私たち活動して3年が経ちました。その3年を記念して3月の20日に北陸アイドル部サードシングルシンフォニーが発売されました。ありがとうございます。なかなかね、輪島に来る機会がないので、おじいちゃん1枚、お父さん1枚、お母さん1枚、